寝てられないんです。もう5時くらいに目が覚めちゃいまして、で、それとこの交流センターにですね、毎朝のラジオ体操やってるんでございます。北海道自治への募金のよろしくお願いします。お願いします。なるかもしれない。ありがとうございます。北海道自治への募金のご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。お前募金したらこっちにさリアクション来ねえとさ、絵的に使えるわけよ。もう一回募金して。お願いします。お願いします。ご協力よろしくお願いします。お願いします。お願いします。北海道自治募金のご協力よろしくお願いします。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 ありがとうございます。ありがとうございます。結果としてね、結果として1500円ぐらいいいじゃん。いっちゃいますか。いっちゃおう。なんかすげえすごいカニが。じゃあ近藤商店さんですかね。本気見てみましょうか。はい、ください。はい、500円になります。はい、お願いします。じゃあ500円のお返しになります。はい、乗っちゃいますけどいいですか。はい、はい、ガラッと入れてください。はい、すげえ。はい、2個、はい、1個、でけえ。カニ、カニ、酒、酒、ゾウスイ、ゾウニ、ゾウスイ、ゾウニです。すごいね。ね、餅。すげえね。まあ一応ゾウニなんだけど、まあインパクトでかいのはこいつ。500円です。まあちょっと食べていきますね。食べて、うん、これちょっとこいつちょっと一旦置いて。うまい。うん、おいしい。俺も食いてんだけど、俺まだ買ってない。正直言うとあんまり雑煮の餅食べれないんですよ。餅は食べてやろうか。ていうかね、カニがね、すげえんですよ、カニが。うん。見える。ちょ、顔に近づいて。こんな。すごいね。すごいじゃん、カニ。名古屋カニ釣るみたいな。違うか。キャンサーのです。はい、タンタン雑煮麺みたいなやつですね。食っていこうかと思います。ああ。濃い。食レポって。いいなぁ、ヒロばっか。まあ、リーナもね、この後ぜひ堪能して。あったかってね、濃くてね、ちょっと辛くて、
この寒い時期にぴったりな、しかもラーメンなんですよね。一応いるんだけど、これはボリュームのすごいちっちゃなやつな感じするけど、ボリューム満点なゾーンになってます。うまい、うん、うまい。じゃあ小温度、トロンのクパーですかね。なるほど。ギャッ。うん、これは何なんですか。え今日しかやってないんで、ね、今日のイベントです。はい、もしも誰も来れねえねあ、うまい。そう、あったまる。ちょっと俺も食いたいからもう撮影やめていい？いいよ、最後の一口。いや、そこはいいかな。完食。はい、どうも、今日はお疲れ様でした。いやー、美味しかったわ、雑煮、ね、なんだっけ、雑煮、雑煮合戦、雑煮合戦っていうちょっとイベントに行ってきまして、はい、美味しいもうたらふく食ってきた上に、はい、ちょっと帰りにね、ラーメンまであのね、小枝くん、まあ、あんまり食べれなかったんで、うん、つまみ程度に食べてたんで、ラーメン一杯と餃子のつまみなんだ。あ、違う違う、雑煮をヒロのおつまみながら食ってたから、はいはいはい、ちょっとね、まだお腹いっぱいになって、はいはい、あとこれ最近ハマってるあんこだね。でね、はい、ちょっともうかいろいろ他に用事足して帰ってきたらだいぶもう時間も引けちゃって、はい、なんかね、もうちょっとちょっとね、夕飯っていう感じでね。まあちょっとね、はい、炭水化物食いながらね雑談しようかなって、はい、うん、せっかくなんでね、うん、まあ、食ってくださいよ。はい、まあ、食いますよ、うん、俺買ったし。いや、もう完全に今日飯テロ動画だなこれ。まあね、飯テロ動画っていう割になんかちょっと安っぽくて申し訳ない。昼のね、雑煮なんかはあれ本当に、うん、まあ、カニ、カニやばかったね。ね、あれで500円でしょ。ね、うん、あれも全部現場で食ってきちゃいましたけど、うん、今までゲームなんかは上げてきてたんですけど、ゲームやってたんだ。え？マジ？そうね、ゲーム動画で ね、ちょっと前もやってましたけどね、うん、まあ元々はね、こういう動画をっていうのをまあ急遽ね、ゲームの方先になっちゃいましたけど、ちょっとまあそれでその企画っていうのをね、うん、どういう風な動画を趣旨っていうか、ほうほう、そういう風なのをまあチラチラと聞いてはいたけど、はっきりこう聞いてなかったんで、うん、ちょっとどういう方向性の動画なんでしょうね。そこはもうあの麻雀の時に話してるから、あ、言ってたって、もうヒロを要は結婚させたい、はい、そのために、じゃあヒロ改造計画をまあ、うん、我々カントリーサイドライフのチームでヒロをね幸せに導いてあげようと思って、うん、じゃあまずはね、いろいろこう企画を考えて何がいいのか、まあ、体重を減らすのか、体重減らすの、え、体重減らすの、体重減らさないの。めちゃめちゃ食ってるけどね。まあそれもいいね、一つの企画としてね。まあでもね、ピザは野菜なんで、うん、は？マヨネーズの塊じゃないか。いやいやいや、もうトマトソース入ってるし、アメリカだとピザは野菜だからね。お前はゼロカロリー論な。うん、まあまあまあね、ほら冷えてるんで。そうだね、カロリーはね、うん、あの冷たくなるとね効かなくなるんで。どんな理論？カロリーゼロ。
そうだ、痩せないの大丈夫？まあね、結構俺、うん、キャラ的なものもあって昔からね、うん、みんなそれこそカントリーサイドのチーム、うん、みんな昔から友達で、うん、まあ俺は本当に昔からこんなだったんで、うん、分かると思うんですけどね、チーム内では。まあ日々成長しているよね、うん、ちょっとね、うん、キャラ的なものもあって守ってきたぐらいな気持ちでもあるんですけど、そこはね、うん、まあそんなに、まあね、うん、10代とかね、ネタとして面白かったけどね。ただまあね、確かにやっぱり30代超えてきて、うん、もう40も見えてくる頃になると、あ、もうそんななんだ、あれですよね、健康まあもう俺はもうね、取り組んでるよ。アーモンド効果どんどん。アーモンド効果ね、アーモンド効果。アーモンド効果。いや、確かにね、そういうので言うと、うん、俺、もしかするとちょっと出てたかもしれないですけど、うん、ちょっとね、最近なんかこう、目のあたり、痙攣したりしてて、それちょっと調べてもらうのに、うん、まあちょっとお医者さん行って、うん、まあ、脳神経外科みたいなところにも行ってるんですけど、うん、そこでちょっと調べるのに血液検査してきたんですよ、うん、ほうほう、朝食は食べないで、うん、朝何も食べないで来てくれって言われて受けた血液検査がちょっとなんかね、赤い字で書いてある文字がいっぱいあって、これ朝飯も食べてないのにこの数字はちょっとダメだよなんても言われたりはしたんで、まずいね。うん、まあもともとね、うん、昔からこう俺も太ってたんで、お、俺もまあおそらく42歳厄年あたりに、まあ心筋梗塞かなんかで死ぬんじゃねえか、死ぬんだろうと思ってたんですけど、42歳厄年とか結構ね、もうね、数年後みたいになってくると、これあれまずいんじゃないかななんてのは確かにまずいね、ですよね、本格的にまずいね。要はあれでしょ、診断表にあのよく出る G マークがついたわけでしょ。 GQ そうね、その強さ GQ GQ モンスター見た目がもう GQ だもんなマジか。じゃあお前やるしかないね、ダイエット。やるか、マジでも俺今日も、いやもうピザ食ってる場合じゃねえんだってもぐもぐして氷も食ったしな氷食ったろ、チャーハン食って、餃子食って、うん、ピザ食って、この後焼きそば食って、お好み焼き食おうとしてんので、コーラで流して、いやもうやめよう、ちょっとやめよう、これマジか。ちょっとさ、まあ、雑煮もね、雑煮でお餅の炭水化物にカニも一杯食べて、プリン体も補給しちゃったしな。ちょっともう、やめよう、これねえ、これも、いや、これもダメ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 だって、もうお好み焼きは、好きな、いや、知らねえよもう行くぞ、じゃあ早速やるぞ、ダイエット。え、もう、え、もうもう行くぞ、俺行くぞ、立って、いや、もう今日これ、足まだ、いや、足いらねえから、飲んじゃダメだお前、アーモンド効果飲んどけ。え、よし、行くぞ。本当に行くんすか。やるよ